同じ気持ちで戦っていただくために、お願いを一つ二つさせていただきたいというふうに思います。で、皆様もご承知の通り、ただいまの表彰にありましたように、この本庄陸上競技場、2年連続でベストピッチ賞を受賞しております。これは大変素晴らしいことでございます。私たちは北九州の街を語るときに、ものづくりの街ですという言葉で語りますが、まさにこのピッチをメンテナンスしていただいているこの本庄陸上競技場の管理者の皆様方のお力で、我々この7シーズンJ2 リーグを戦ってまいりました。本当にいい選手のパフォーマンスを引き出す影の立役者になっていただいたというふうに思っております。そして最後のシーズンを迎えるにあたって、この皆様ご存知のように来季小倉駅新幹線口に新しい北九州スタジアムが完成いたします。本当にお世話になった本庄に心を込めて、この2016年シーズンを2017年シーズンのステップアップにつなげるために、私どもクラブとして最大の努力を傾けてまいりたいというふうに思っております。何卒、ギアファンツ北九州をみんなで育てていこうという気持ちで、このシーズン私どもクラブと一緒にご来場の皆様方にも戦っていただけますようにお願いを申し上げまして、シーズンの最初のご挨拶とさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続きまして、開幕戦です。ポンティディオ山形の皆さん、サポーターの皆さん、ようこそ北九州へお越しくださいました。そして花社長、橋渡監督をはじめ多くの皆様のご尽力で今日の開幕戦を迎えることができました。2年連続のベストピッチに輝いたこの本庄陸上競技場、ここでギラバンズのアスリートが試合をするのは今年限りであります。来年3月にはいよいよ待ちに待ったあのスタジアムがオープンをいたします。ぜひ皆さん、選手の皆さんを力いっぱい応援しましょう。私たちサポーターは12番目の選手です。みんなで知恵と力を合わせてギラバンズを応援し、 J1 昇格に向けて皆さん共に頑張ろうではありませんか。それでは4チームの受け入れを今年して、私もフェアプレーを持ってギラバンズ北九州しっかり応援することを誓い合って挨拶をいたします。ありがとうございました。
ではここで昨シーズンの最終戦で途中出場し見事 J2 通算100試合出場を達成した背番号18番ミッドフィルダー内藤陽平選手へスプラッシュから記念の